君はっていうのがちょこちょこあるんだよ。それが1年ぐらいかかって気になってたやつ、うん、最近乃木坂とかさ、うん、桜坂とか日向坂とかってさ、うん、新しい子入ってくるともう見分けがつかないんだよ。君はあ、ちゃうか君はこの子やね、あ、ちゃうかそうっていうのがちょこちょこあるんだよ。それが、うん、1年ぐらいかかってやっと覚えられる。君は誰だったかな君は誰だかな、あ、私の推しか、すまんすまんっていうのもある。あ、俺は推しこの子かもしれない。次週推しどれだったかな。わからんな。わからんな。あ、気になってたやつ、はい、先生ヌロケンのやつあるよ。あら、22番買いたいんだよ。フィーナ？フィーナ高くね？本当に高いよね。もう嫌なんだけど買わない。しかもさ、一番びっくりしたのがさ、うん、コカ・コーラ180。でもどっかで見たな、まだコカ・コーラを110円で売ってるとこ。あ、え、な、なに？ 500？あの ちっちゃいペットボトル、 あれだよ、あの、うん、あのなんだろう、あのちっちゅうくらいっていうか、その細くてちっちゃいっていうか、あのこれぐらいのやつじゃなくて、